あたりはすっかり暗くなってきました。日が落ちますと急に寒くなりましたが、寒さに負けず元気よくお伝えします。今日はですね、白河市にあります紙とセリフというお店に来ています。店名からは一体どんなお店なのか想像できませんよね。では早速行ってみましょう。美容室とかね、こんばんは、お邪魔します。素敵な絨毯がありますね。さらにこちらにはピアノまであります。どんなお店なんだろう。なんかレトロな雰囲気がしてタイムスリップしたようなおしゃれなお店ですね。こんにちは。お店の方も素敵です。おしゃれですね。こんにちは、今日お世話になります。ご主人の吉島祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お隣にいらっしゃるのは奥様の和江さんです。よろしくお願いいたします。いや、すごくおしゃれな雰囲気なんですが、こちらどんなお店なんですか？ここは、創業200年のこんにゃく屋が作るおでんの専門店です。そうなんです。実はここおでん屋さんなんですよ。想像つかなかったですよね。本当におしゃれなんです。いや、素敵です。ですね、皆さん気になってますよね。紙とセリフという店名なんですが、はいはい、実は奥様が元美容師、そして旦那様が元舞台俳優ということからこの名前がついたそうなんです。すごい、一度聞いたら忘れられない名前ですね。はい、いや、気になったのが、なんでおでん屋さんを始められたんですか？いろいろ考えた結果、こんにゃくが一番美味しく食べられるのはおでんかなと思って、それでおでん屋にしました。なるほど。おでんの中に入ってるこんにゃくって本当に美味しいですよね。そのこんにゃくにもこだわりがあるんだそうです。創業200年を超える老舗の大島屋こんにゃく店。こんにゃく作りは生のこんにゃく芋を一つ一つ手ですりおろす昔ながらの製法を今も大切に受け継いでいます。生の芋を使うことによって芋の旨味や風味が残るんだそうです。さらに丁寧に手ですりおろすことによって臭みがなくプルプルな食感になるんだそうです。うわ、美味しそう。そのこんにゃくが入ったおでん、私もいただけますでしょうか？もちろんです。ありがとうございます。いや、嬉しい。じゃ、こちら御殿盛りになります。こちらがおすすめのおでん御殿盛りだそうです。かなり立派なお皿に入ってますね。お麩や卵、大根、そしてこのこんにゃくがありますよ。わ、早速私もいただきます。そう、美味しそう。ではこだわりのこんにゃくをいただきます。やっぱね、これからの季節おでんプルプル、美味しそう。いただきます。こんなに味が染みてるんですね。柔らかくてプルプルです。最高です。この透明さも生の芋からできているからなんですよね。はい、わ、とっても美味しいです。さらにおすすめの商品があるそうなので、ぜひお願いします。おでんだけじゃない、はい、こんにゃくのお稲荷さんです。どうぞ。何ですかこれは。こんにゃくのお稲荷さんだそうです。すごく可愛らしい見た目ですね。中、はい、周り、ではいただきます。実はですね、見てください、中には、中にはですね、お米が入ってるんですよ。お米、いただきます。周りがこんにゃくなんですか？ね、珍しいですね。聞いたことない。このお米、酢飯なんですね。そうなんです。驚くの。生姜が入っていて、すごくアクセントがバッチシです。こんにゃくとお米ってこんなに合うんですね。驚きでした。いや、美味しい。いや、こんにゃくってヘルシー、そして美味しい、素晴らしい、最高ですね。ありがとうございます。最後になんですが、オープンしたばかりということで、これからどんなお店になっていきたいですか？はい、そうですね、やっぱり、まあ、暗い話題が多い中、まあ、楽しくあったかくやっていけたらいいなと思ってます。もう皆さん、寒くなるとおでん恋しくなりますよね。美味しいご飯とご夫婦の温かさでほっこりしに来てくださいね。
中継でした。ご一緒にお願いします。ありがとうございます。おいしいエルシュ。老舗こんにゃく店が始めた新たな挑戦、ね、レトロなお店の雰囲気も素敵でしたし、ね、あおでん美味しそうでした ねね、こんにゃくだけじゃなくてね、他の具材もかなり美味しそうでしたけれども、はい、一つ一つ具材も大きかったですよね。あのやっぱり私も生の芋から作ったこんにゃく食べたことあるんですけど、はい、普通のこんにゃくと全然違うんですよ。だからぜひね味わってみてもらいたいなと思います、はい、おでんの私も染み込んで美味しそうでしたね、はい、中継でお伝えしました、はい。